金村義明の暴露なかなかえぐくてこれ。西山お前許されるわけじゃないからな。中日のバンテリンドームがあれだけお客さん入っているのは野球人として納得できない。2年連続再開なのに、おかしなことになってる。中村のりはクビになるし、中村のりはコーチ就任1年目の5月に2軍に行かされたけど、揉めてないわけない。西山バッテリーコーチは、早くから俺の知り合いにもうあかん。辞めるわと言ってたからね。なんでこんな起用法、誰か止める人間おらんのか。ヘッド兼投手コーチが本当に鬱になったからね。かわいそうに。金村は信用ならんが中日ならやりかねん。立浪を止める人間は必要でしょ。こいつはありもしないことをノリで言うやつやからな。バカなことで鬱になるとか本人が悪いだろ。中日側に責任すりつけんな。中日がヤバいのは事実にしてもソースが金村というだけで一気にうさんくさくなるのくさ。仮に事実だったとしても本人が公表してない病気をベラベラ喋っちゃう金村という人間のヤバさが際立つわ。スタジアムに来てくれるお客さんを場違いみたいに悪く言う時点で、そこからもう何を暴露してもダメなんだよな。ソースが金村とはいえ大方はガチなんだろうなって思ってしまう。金村だって曲がりなりにも中日 OB で立浪や落合ヘッドと在籍かぶってるし、チュンドラのヤバさがソースの弱さを上回るあるある。金村義明とかいうちょっとのことを大げさに話す男。多分次の回の冒頭に前回言ったことに間違いがありました。すいませんでした。ってアナウンサーが言って全てなかったことになるよ。金村またやらかしてて草。サンズのサイン盗み発言から懲りてないやん。ソースが金村とはいえ中日だから誰もデマとは言い切らないのくさ。シーズン最終盤の落合英二、どう見てもメンタル壊れてる顔してただけに、ほんまに続投ならさすがに心配や。金村義明はサンズのサイン盗み発言以降信用してはいけないと教わった。